1回目、楽しかったですね。そう、本当楽しかったっていう声をいただいたので、またちょっとね、もっともっといいものにしていきたいなと思って、いろいろ、はい、提案していきたいなと思います。奥会津には地元の人以外にはあまり知られていない素晴らしい観光スポットがたくさんあります。そんな場所を再発見しながら、唐橋さんと楽しい時間を過ごすユニークなバスツアー、来年の1月までに5回行われる